青鬼プロダクション、大和田ひとみと高橋かりんの青鬼しゃべり。私たちこんなに大きくなりました。ステキお願いします。はい声ある楽しいの？楽しい。買ったドールに着せる洋服を自分で作ったりとかしてる。その様子はファンアプリで流されてる。語彙力はあるか、カタカナーシー。はい、ということでゲームコーナーです。うん、何かを伝えるとき、喋るときに英語や和製英語を意識してないけれども会話の中にたくさん盛り込んでしまいますよね。うん、そんなカタカナ語を使わずにそのものや言葉を正しく伝えられるかというゲームです。はい、こちらですね。うん、本当はね、なんか3人とかでやるゲームらしいんで、ちょっとルールがね、2人だと難しいから、うん、ルールは気にせずルール気にしないんだ。ルールは気にせず交互にやっていきます。つまり、うん、まあ、カタカナを使わずに説明しろってことだね。そう、はい、そういうことになりますね。はい、で、ね、今日はプレミアム公開だから皆さんもコメントで参加してください。は、はい、あの、私たちが何を説明しているかをね、ぜひコメントで参加していただければと思いますよ。予想してね。予想してね。ということで山札を作りましょう。おー、はい、いいね、手際がいいね。ありがとうございます。大きくなったんで大きくなった。お、はい、いいね。で、引いて、うん、これ見せないで持っとくじゃん。で、うん、次のこの山札の上の番号と同じ番号のものを説明する。わかった。OK。じゃあ、じゃあひとみちゃんから行く？行くね。かりんはやったことあるんだよね。うん、一回ある。私は、それを見て、うん、私には見せないでね。はいはい。3番のものを説明してください。この書いてある中の3番に書いてあるカタカナの文字を私は今からカタカナをなしに説明する。そう。で、私が当てる。うん、みんなも当てる。みんなも当てる。コメントに書いてください。やば、なに？オッケー、いけそう。わかった。はい、うん、お願いします。うん、公園とかにある、うん、ベンチ。広い公園にとかにあって、小さい頃よく遊んでた。ブランコ。そのあのもっと広いアスレチック。すごい。あら、ねえ、盛り上がりに欠けちゃったじゃん。待って、これ合ってる？私 やり方合ってる？合ってる合ってる。え、こういう感じで説明していけばいいの？うん。あ、簡単じゃん。うん。え？え？なんかもっと伝わらないかと思った。秒数とかあるのかな？秒数とかある？本当は多分、うん、いっぱいでやったら早いものがさ、競ってさ、うんうん、なんとかなんとかかんとかってなって奪い合いになるんだと思う。ああ、じゃあこれはもうお互い人相手が当てるまで説明すればいいってこと？うん、そう。え、ちょっと一回さ、もう一回言ってみていい？いいよ。ちょっとそしたらさ、ルール見直そう。あ、じゃあかりんが引いて、私がちょっと当ててみる。オッケー。うん、じゃあ引いた2番をね、うん、はい、じゃあかりんの説明どうぞ。これは問題を、うん、解く遊びです、うん、ほうほう。よく映像番組でも行われています。うん、クイズ正解。ことだからね、ここに入れて。これ私たちさ、はい、語彙力あるってことで、これで言い張っていいわけ？いいんじゃないの？いいのかな？え、じゃあもう一回やってみる。うん、やるやる。めちゃくちゃ楽しい楽しい。空気癖になってきた。一番だよ。一番ね。いくよ。うん。並べて倒す。ドミノ。合ってる？難しいよ。1からね、だんだん難しいからね。あ、そうなんだ、そうなんだ。6番、うん、
12月の海外の偉い感じの人のお誕生日によく聞く鐘の歌。鐘の歌？聖歌？聖歌、聖歌、カタカナか。鐘の歌。鐘の歌？うん、ベル、ジングルベル？うん。すごい！行くよ。口で吹く。横に動かす。フルート？楽器。横に動かす？うん。吸ったり吐いたり。トランペット。吸ったり吐いたり。横が分かんないな。こういうこと？いや、そう、物自体を、あ、口を動かしてもいいのかも。横に。ハーモニカだ。正解！待って、これさ、大丈夫？癖になる。癖なんだけど、でも永遠にできちゃうけどさ、これさ、見てる人はさ、ちゃんとさ、チャットで楽しんでくれてるかな。もしかしたら私たちより早く答えてるかもよ。あ、そうか。回数制限まで、3回までにしよう。3回まで。答えるのは3回まで。じゃあ、今ルールが、改定されました。はい、ヒントは3回。はい、回答も3回、はい、そのラリーを 3回まで1回ヒント言って、うん、1回回答して2回目言ってっていうのを、そのラリーが3回までっていうのに限定されました。はい、じゃあ行きます。はい、これちょっと難しいです。まあいい。嘘。野球などの運動でよく聞く言葉ですが、まだまだだ、まだまだ伸ばすまだだから、いいよいいよ、よく聞く言葉ですが、ちょっと失敗をしてしまった時に聞く気がします。ファールボール。失敗。フォア。あ、そうか。いろんな運動の時なので前半だけでいいです。ファール。正解。うまいじゃん、うまいじゃん。やったやった。ちょっといくよ。はいはい。あー、いきます。はい。運動の時に勝負を決める、あの行為というか、ジャッジ。どんどん加点していくんですけど、その何点とか、最終的に決めるもの。点を決めるもの？決めるもの？決めるものってどういうこと？ごめん、間違えたかも。大丈夫。ポイント制。見てないよ。ちょっと待ってね。はい。それを決めることによって点が増えていく、あの運動など、スポーあ、運動競技で使う言葉。決める。シュート。正解。当たった。やったー。イエーイ。当たった。あー。途中から私ゴールのこと説明してた。待って。でも今見たらシュートだ。本当だね。ごめん、ちょっと軸歪んじゃった、ごめん。次行こう。何を言ってるの。これですね。ごめんね。これは玉と絵のついた道具を使ってやる運動で、
特に、米国や英国などで行われているように思いますが、うん、場所は長方形に区切られた場所で行っており、うん、めちゃくちゃうまくない？かりんちゃん。材質は材質は芝や砂など、うん、いろんな場所があります。絵のついたなんだっけ、ちょっと待って、長すぎて覚えられない。考えながら聞いてよ。なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、何、え、何の話してる、え、待って、情報が長方形で芝や砂などもあって、絵のついた何かで米国や英国などで行われている印象がある、え、運動ね、運動、うん、何それ、じゃあ次行く、待って待って、何か言っとくね、うん、なんだ、クリケットって何。クリケットっていうのあったっけ。クリケット、じゃあ続いてまいりますね、はい、かなり身近な運動で、うんうん、大学でこれをやっていると、うん、陽気な人たちだなと思います。陽気な大学、あ、テニス。陽気陽気。嘘。え？嘘だった。え？待って。待って。は？待って。嘘だった。わかる。いや、私も一個前の子そんな感じだったからわかるよ。嘘だった。それはする場所のことでした。え？テニスコート。ああ、そう、それそれそれ。やばくないこの時間。ちょっとするんだけど。やばーやばー。ちょっと取り戻そう。取り戻す。次次。いつまでやっていいのかな。途中でさ、お題がなんだか分かんなくなってるねこれ。そうだね。よく見ながらやろ。ちゃんと見ながらやろ。ちゃんと見ながらやろ。うん、はい。いきます。はい。あ。え？はい。離れていても。え。つながることのできる、うん、なんて言うんだろう、つながることのできること、なんとか通話とか、あ、なんとかゲームとか、なんとかゲームとか、に入る言葉です。オンライン正解。おもうあ、ゲームって言ったね。ほんとさ、待って、雑魚じゃん。あ、やばいやばい、次で最後だって。やばいよ。でん、いきます。はい、これは芸能人もやるし、うん、一般の人もやりますが、うん、内容は、うん、日記を書いたり写真を載せたりできるものです。ものです。ブログ。正解。うん、すごい新たなさ、うん、才能じゃない。かりんちゃんカタカナ詞めっちゃ上手くない？特にさ、ルールのさ制限も求められてからさ、めちゃくちゃ才能開花してるね、うん、多分ね、すごいね、抜け道をね探すずる賢さがあるんだ。すごいよ。絶対に一文を終わらせないという強い意志を感じた自分から。みんなも多分コメントでいっぱいね、うん、答えを当ててくれたと思います。ありがとうございます。はい、ということでたくさん頑張って伝えられたと思います。以上、カタカナ足でした。でした。